1月26日、東レアローズ女子バレーボール部が松山市を表敬訪問しました。東レアローズ女子バレーボール部は1月28、29日に行われる2016-17 V プレミアリーグ女子愛媛大会に出場します。この大会に出場するキャプテンの峰村選手やリオデジャネイロオリンピックで活躍した木村沙織選手など4人の選手が松山市を訪れ、サイン入りボールと色紙を手渡しました。今週末、トラローズのホームゲームということで、たくさんの声援に背中を押してもらって頑張りたいなと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。愛媛で試合するのは最後になるかなと思うんですけど、しっかりトレアローズらしいバレーができて勝利につながればいいなと思います。レギュラーラウンド最後の試合がホームゲームということで、いい環境でできると思うので、しっかりポイントを取れるように全員で頑張ります。応援よろしくお願いします。愛媛大会のホームゲームということで、やっぱり一番は東レらしいバレーボールで最後まで諦めないプレーをして会場に来てくださる方々に何か心に響くバレーボールができたらいいなと思いますので、たくさんの応援よろしくお願いします。ここまで試合を重ねてきて、新年になってチームがどんどん上がってきているので、今までこう作り上げてきたものをこうさらに次につなげていけるように、みんなで一つになって、まずホームゲーム、土曜日の試合にしっかりと集中して全員でいい準備をして戦います。応援よろしくお願いします。愛媛に工場を持つ東レアローズ女子バレーボール部、ホームゲームでの活躍に期待がかかります。